何呼ばれてる方だからこっちゲストゲストはい始まりましたということでやめろ乗っ取るな勝手によく見るやつはい皆さんどうお過ごしでしょうかハッピーな月曜日をお過ごしでしょうかあ今日土曜日だよはいということでさ YouTube って感じ何呼ばれてる方だからこっちゲストゲストゲスト紹介していこうまずは、はい、今回のゲストは満を持しての登場満を持してマウリステファニーです早いよ早いねネタ切れバレる違うネタ切れじゃないまあちょっとこのご時世だからちょっとね、ちょっとしょうがないまさかこうなると私もこんなに早くお呼びがかかるとは思わなかった二重の結果もうちょっと後にほっときたかったよだから今からもう準レギュラーに協力するわ適宜激しいなそのうちステフの部屋になってくるステフの部屋にすんなステファン・カリーって調べた時に出てくるからめっちゃいいよ気になるよあーしゃべりすぎなうんいいよ今回の企画企画はデデンデデン昔あったことを懺悔し合おうどんだけあるんですかねいやもうやばい懐かしいね昔覚えてるいやそもそも多分一緒に住んでる期間がさ小学校まあねまあね住んでる期間短いけど仲悪かったその時すごいもう過去一で仲悪かったもうなんか言ったそうだもんねいろいろあった何で懺悔してもらいたいこともあるしするべきことも多分あるかもしれないけど全然思いつかないのマジまあ何個かはある本当いい先いいよエブリンの単語残酷いつもお母さんが作る天ぷらが美味しすぎて自分の好きな人参ばっかりにとってあとを全部押し付けてごめんなさい本当それないやしょうもないことだよ聞いてる皆さんからしたらしょうもないことだけど天ぷらって思うよみんな美味しいんですよねいや美味しい美味しいんだけど自分が食べたいのは人参とレンコンだけなの私だってさあんだけさちゃんとさ2人用で出てくるじゃんなんで私ばっかりさなんかさつまいもとかさなんかエミリーが好きよ好き好きおかげで好き私だってレンコン食べたい時あるし人参食べたい時あるのに食べたら怒られるっていうちょっと理不尽な状況だしえ何それって思うじゃんしかもこれは天ぷらに限った話じゃないんです皆さんうちはポテトサラダがボールで出てくるんですけど皆さんがよく料理でねかき混ぜたりするボールなんですけどポテトサラダめっちゃ好きで自分でポテトサラダ作ってって言ったんですでママが作って出すじゃないですかその時多分気分じゃなかったんでしょうね8に私が8でエブリィがもう主食ポテトサラダなんじゃないかっていう量を私食べさせられてああもうやめてよ食べれなかったら怒られるの私なんですよ何この状況おかげで今ちょっとポテトサラダ苦手そっちは苦手そっちは苦手あそうもうちょっとね無理やばいよね食べ物系はもう多いね戦いだからねはいはい私の懺悔はですね、はい、昔エブリンにお使いに行けって言われてたんですけどお使いのお釣りをくすねてましたごめんなさいまあいいよいやでも行かせるのは悪い兄弟間でお使いがあるって不思議だよねお母さんから言われて行けっていうのは分かる例えば冬ですよ冬寒いの苦手なんで2人とももう家から出たくないんですよで家帰るじゃないですかもうこたつにもスタンバイお金もスタンバイ何を食べたいかももうスタンバイランドセルしょって帰ってきた瞬間これ買ってきてやばくないですかやばいやつじゃん寒い中ねごめん坂降りてお菓子買いに行ってねあと大好きな黄色いところの網網のバーベキューを作るってあるんですけどあれが大好きプリッツの赤チップスターの赤この3つのどれか私これのためにいやいや今思ったらこんなもののためにわざわざあんな寒い中下ってったのかって思うと本当に悲しい面白かったでしょ面白いって何何かありますかまあじゃあそのこたつに関連してああ出たもう多分分かるああ出ました事件事件私の第2の懺悔はいつもこたつを占領してしまってすいませんでしたはい大いに謝ってくださいもう本当に本当にこたつ事件だまあね小さいことですよ家の中ですからね事件としては小さいですけど小さいことなんですけど2週間近く喧嘩してましたねそうねあれに関してはね自分が朝起きるのが弱くて背が絶対に先に足をこう伸ばしてこたつに入ってるんですよ
自分は隣に行きたくないから横から行くとちょうどぶつかっちゃうんですよね。足を伸ばす権限を決めようってなっちゃうんです。もうその時点でバカだよ。で朝早く起きて、バスに一番先に足を入れた人がその日足伸ばしてる権限を与えられるんですけど、案の定起きれず姿勢が入ってたところを私の勝利でしたね、完全なる、はい、そのままです蹴り飛ばしてそこまで何だったのっていう、本当に伸ばしたかったから、いつもより早いんじゃないかぐらいの勢いで起きたのに、6時ぐらいに上がってたね。あっちがルールを言ったんだから今度勝てると思って伸ばしてたら、よしよし後から来やがるかと思ったら、まあ昨日までよ忘れたんですかっていう、記憶どうしましたぐらいのバーンこうやって来るから、なんでヘリング言ったんじゃんみたいな、何言ったら、あ、知らねえし開き直り、やばい最低だよもうなんか、昨日と違う人本当にやめてマジで、多分覚えてないと思うんだけど、その次の日も一応そのこと覚えてて、今日こそはいけるんじゃないかと思って早く起きようとしたら、もはやおい、起きんじゃないよ起きることすら許されないどうしたらいい、これから勝てんよ、一生応募起きること許されてるすんのりだもうびっくりびっくり基本的に今3個あったけど話、うん、全部自分が基本的な原因だから懺悔こっちもするけど基本的な原因本当にあ面白い。